はい、エンパスのチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エンパスのゆうすけです。今日ですね、もう椅子が1個用意してあるのでわかると思うんですが、今日ゲストが来てくださってますのでお呼びしたいと思います。ガーネットともさんです。はい、お招きいただきありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんこんにちはこんばんはかもしれないですねはい、はい、スピチュアルシンガーソングライターの、ガーネットともと申します。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。歌の活動で今、はい、地球にありがとうという曲を、やっぱりいろんなところで配信しております、はい、Spotify とか、あとなんで YouTube とか、あとなんだろうかな、 Amazon とかもあるのかな、なんか至る所でダウンロードできます。地球にありがとうガーネットともで検索していただければ出てきます。それ以外にも、コラッピング・ユア・ハンズというちっちゃな子から、お年寄りまで歌って踊れる曲も、配信しております。アルバムも、ありますので、もしよかったら聴いてみてください。はい、はい、ちょっともう一回だけ、はい、もう一回英語のタイトルもう一回だけ教えてもらっていいですか。コラッピング・ユア・ハンズ。あ、おしゃれですね綺麗だなと思って、はい、クラッピング・ユア・ハンズですねあ、ごめんなさい、アルバムの名前は I want to fold you なんですけども、ごめんなさい、はい、アルバムの名前は I want to fold you なんですけども、はい、この、中で私がおすすめしているのは I want to fold you 以外にもClapping your hands という今17でラブリートモという名前で配信してるんですけども、はい、私が、その17を始めるときは、観音様からのメッセージをまずお伝えして、それで、ユーミンの、優しさに包まれたなら、はいはい、目に映るすべてのことはメッセージっていうふうに歌を歌って、それから、天気予報とか、あとお歌の方を歌って、で最後にクラッピング・ユア・ハンズと地球にありがとうという歌を流して終わりにしています。で朝6時との1時間と夜の9時からの1時間、ラブリートモというアカウントで17配信しておりますので、よかったらそちらの方も見に来てください。はい、こちらも、はい、ラブリートモさんのアカウントも教えてもらったら貼っとくので、はい、ぜひ。それはスマホからしか見れないんですか？スマホもパソコンからでも見れます。じゃあぜひ、ね、はい、YouTube に概要貼ってきますので、はい、よろしくお願いします。そうね、先ほどちょっと、はい、これは余談ですけど、17ライブ、はい、ともさんのラブリーともさんの17にお邪魔させていただいて、はいはい、もう YouTube と違ってめちゃくちゃなんか顔がスノーみたいなね、はい、感じでキラキラしてすごい可愛らしかった感じでした、はい、お顔の魔法をかけていただいてます、17で。いやー、だからそのラブリーともさんも見れるのも17だけ、はい、みたいな感じですかね、はいはい、ということで一旦、はい、告知だらけだった感じもするんですけど本当ですよね、まあ、ちょっと一旦ここで告知編を終了させていただきつつ、はい、また、次の動画でお会いできたらなと思います、はい、今回、私エンパスのゆうすけと、はい、ガーネットともでお送りいたしました。ありがとうございました。